公益財団法人日本バスケットボール協会は1日、パリ五輪バスケットボール女子代表の山本舞24が同日のドイツ戦を欠場することを発表した。7月29日に行われた1次リーグ、米国戦で脳震盪を負ったため、山本はオンズカジャパンにおいて、スピードを生かした突破と3ポイントシュートでの得点力を含めて攻撃の要的な存在。 2月のパリ五輪最終予選では MVP を獲得したおり初戦の米国戦でも高田巻に次ぐチーム2位の17得点をマークしていた米国に敗れ2大会連続のメダルを目指しまず一次リーグ突破に向けた重要な一戦を前に緊急事態に陥った